ぽっくん、おはよう。おはよう。おはよう。なんで言ってくれないの？とりあえず熱測るね。ちょっと、ね、熱測らないと。36度9分だね。まあ、平熱だね。僕はフルグラがいいって言ったからフルグラにしたよ。ポックン、鼻水と咳がね、まだお皿もらうし、薬ももうすぐなくなるから、明日病院休みだから、もう今日保険帰ってきたら、帰ってきたらっていうか、保険終わったらもうそのまま病院行こうかなって思うからね。まあ、熱はないからね。まあ、今保育園でもね、ちょっと風邪とかも流行ってるみたいだから。2人とも食べ終わったらお薬だからね。はい、お薬ね。チュッパちゃんはあんまり咳は出ないけど、鼻水がすごいもんね。はい、飲んでくださいよ。もう保育園行く時間だから支度してね。行くよ。準備しよう。はい、準備してください。うん、じゃあ準備してね。靴履いてね。うん？もうお友達と遊ぼうね、保育園行ったらね。じゃあ着いたから降りるよ。じゃあお兄ちゃん送り届けたから帰ろうね。ね、今日はすごい天気だから暑いね。ね。じゃあ帰ろうね。いやいや、一件始まったか。あれもこれもあれもこれもいや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 言ってもしょうがないよ。こんないやいや気なんかな。一秒でな、終わらせてやる。はい、これいる？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 こっちおいで、こっちおいで、はい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 、ちょこ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 、ほら、はい、1秒。もしもしね、ちょうだい、いらないなら。もしもし、今日は暑い。暑い時にこのスタミナ丼がいいよね。生卵入れてあのスタミナ丼に変えとるけどね。うん。わかる。わかるかな？昨日遊園地楽しかった？怖くないでしょ？怖い？怖くないもんな。怖い。怖い。怖くないあんな。怖い。怖くない。
あ、自分は卵いらん。うん、だってここに卵あるもん。あ、まあそうだけどさ。はい。ドラえもん。ドラえもんだって。ドラえもんが大変ハーじゃないって。うん、はい。あ、今日のお昼にはドキンちゃんとですか？ママ、じゃあはい、ドキンちゃんと一緒に寝んでね。じゃあね、おやすみ。うん、電気消すね。じゃあおやすみ。母ちゃんごめんね、昨日作ったおやつの残り。今日はね、チュッパちゃんもね、保育園に連れて行けないんだ。ポッくんもそのまんま保育園終わったら病院連れて行くから、パパとお留守番しててね。兄ちゃんもほんと風邪ひいたり治ったりの繰り返しだな。ねえねえね、保育園楽しかった？ちょっと僕咳と鼻水がまだ出るから病院に今日も予約したから行くね。そんなことはやらない。うん、検査はしないよ、熱はないからね。じゃあもう予約してあるから行くよ。もうご飯作ってもいい？もうご飯作ってもいい？何猫？なんで猫が怖いの？撮って、見たこと撮って。怖い。怖いって怖くないよ、これ。もういいよ。もういいよ、じゃあこれ、チュパちゃん渡したらいかん。この犬もポッコ。ダメ。よし。はい。はい。チュパちゃん、あれでいいから、取っちゃかんよ、あれ。取り上げちゃかんよ、お前。バカって言ってはいけません。どこで覚えたんですか？保育園でしょ？保育園で覚えたんでしょ？バカって言ってはいけません、こっち向いて。バカって言ってはいけません。そう、言っちゃダメ。今またバカって言ったでしょう。何のだっけ。まあ、とりあえず納豆、最近夕食に納豆は欠かせんくなったからね、パパは。ありがとうは作ってもらって。ポックンこっち向いて、ママにありがとうだよ。ママ、ママ、バカって言っちゃダメ。わかった？わかった？保育園で覚えてきて聞いとる？ちゃんとしっかり食べれんよ。ダメ。
バーカって言ったら反対はカーバーになるよ。カーバー、カバーわかる？動物園のカバーになるよ。大きい口開けたカーバー、怖いよこれ。カバーガブリって食べられるよ。バーカーって言ったらカーバーが来るかって。知らんぞ。ダメだよ、だから言っちゃうね。よしよし、バーカー。あー、しっぽちゃんが覚えちゃったぞ。バーカー、意味が分かってないね。バーカー、ダメだよそれ言っちゃうね。まあいいや、もう 今は意味が分かってないからね。とにかく言っちゃがいよ。そう、バカは言っちゃダメ。バカね。よし、じゃあしっかり食べねえよ。困ったね。まあ子供ってこんなんだろうね。俺の時もそうだったね。ああ意味が分かったらまたしっかり教えてけいい。うん、小学生かな、分かるの。ああ、いや、まあ、多分6歳7歳ぐらいから分かってくるだな。まあ小学生。ああ、なんで小学生で7歳からじゃないの。7歳じゃん。だけど7歳になる前にも入学するじゃん。だからその前に、うん、教えるでいいよ、きっちりと。まだ無理だろうな。はい、ここさん。はい。